そうだから俺が16歳か7歳の時かな、バンドでその当時のアミューズっていう会社に入ったのが。でその当時ちょっと後かぐらいでね、タケルが入ったのがね、お互い知らなくて、でそっからだんだんこうタケルがワンオクロックをこう高校生の同級生伝いとか会社の友達伝いみたいなところから聞い高校のて、文化祭でライブしてたんです。そうそうそう、タケルの、それこそあじなゃたあ、のだ知ってから、る知ってる。俺多ポ分ールそれの見て学校るの。ああ、そう、俺が卒業した次の年かなんかだよね、多分ね。かもしれ俺ない絶対ね。見てる。なんかちっちゃめの教室でやってたよね。いや、教室じゃない、それをそ、ね、それやってたのは手越だな。違う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 違
校庭でやってたの。え、中では教室でやってたの。手越しがやってた。違う違う違う。お前は今のはわざとだ。2回目はわざとだな。手越しくんもライブやってたの。手越しくんも堀くん、あれ手越しと高校名は言っていいの。手越しくんは俺の1個上で、で俺の当時いたバンドメンバーが1個上で堀越で、うん、でなんかこう多分同じクラスの感じだったのかな。それはトールもやってたの一緒に。いや違う違う、やってない。トールはワンオクロック。じゃあ俺知ってる、もちろん。だから俺見てるから。じゃあ俺外で見てたの。見てたの誰なの。トール。トールも。トールでも多分さ、トールだと思ってるの手越くん。だから、手越くんの番組見た後に校庭にたまたま通りかかってワンオクロックみたいじゃないの。もう手越くんへのね、流れ玉が今すごいよ、もう。そうかもしれない、そうかもしれない。でもほら、視聴者やっぱさ、真実みたいな。それすごい高校じゃない、今思うと。だってすごい、すごいね。ワンオクが高校の文化祭でやって、ちょっと違うところで手越くんがライブしてるんでしょ。すごい学校だよ、ね、そうよ。しかも、うん、その手越くんは同じメンバーだったからね、ちょっと前ニュースだね。本当だね。その前の前の年に俺は鉄平と2人で、あの文化祭で歌ってた。堀越、小池鉄平くん。そう、堀越で小池鉄平と在学中に小袋のカバーとかしてた。鉄平くんと2人で小袋のカバーしてた。あの身長的に大きい方、大きい方、大きい方、大きい方。サングラスしてた。そう、俺はしてないよ。もちろん制服で歌ってるからね、うん、だけどやってたよ、俺らも。だから同じことしてるのよ。じゃあ WAT より先に U と組んでたの。そうなのよ、WAT より前にノストラダムスなのよ。大予言のバンド名がダサいでしょ。俺がつけたんや。まあまあ高校生的なね。